エレン。ちょっといいか。話があるんだが。俺たちは5年前、壁を破壊して人類への攻撃を始めた。見たことあるのか、超大型巨人。だから、見たことあるって。俺が鎧の巨人で、こいつが超大型巨人ってやつ。ウォールマリアを破った鎧の巨人は、そう呼ばれてるけど、俺の目には普通の巨人に見えたな。俺たちの目的は、この人類すべてに消えてもらうことだ。外盤が突破され、巨人の侵入を許した。だが、そうする必要はなくなった。エレン、お前が俺たちと一緒に来てくれるなら、俺たちはもう壁を壊したりしなくていいんだ。でも動機としては、その疑いは低いと思います。ベルトルト、無口なベルトルトは置いといても、ライナー、ライナーは俺たちの兄貴みたいなやつで、人を騙せるほど器用じゃありませんし。だから、俺たちと一緒に来てくれって言ってんだよ。どうなんだよ、エレン。なあ、嘘だろ、ベルトルト、ライナー。今までずっと、俺たちのこと騙してたのかよ。そんなのひでえよ。お前らは今まで何考えてたんだ。帰れなくなった故郷に帰る。俺の中にあるのはこれだけだ。絶対に何としてもだ。きっとここに長く居すぎてしまったんだ。俺たちはガキで何一つ知らなかったんだよ。こんな奴らがいるなんて知らずにいれば。待て。ありがとうユミル。俺はこんな半端なライナークソ野郎にならずに済んだのに。もう俺には行くぞ。何が正しいことなのかわからん。昔のライナーは戦士だった。自分で選んだ道だが、兵士をやるってのはどう思う。ただライナー、俺のすべきことはやるんだな。自分のした行いや選択に対し、今ここで戦士として最後まで責任を果たすことだ。お前らは兵士でも戦士でもねえや。何の罪もない人たちを大勢殺した大量殺人鬼だ。そんなことは分かってんだよ。お前にわざわざ教えてもらわなくてもな。誰が人なんか殺したいと思うんだ。ごめんなさい。人から恨まれて殺されても当然のことをした。でも僕らは罪を受け入れきれなかった。欲しいのか。僕らに謝る資格なんてあるわけない。もうお前が知る俺らはいねえんだ。けど誰か見つけてくれ。この5年間ずっと探してた手がかりをようやく見つけたんだ。やっとここまで来たんだ。エレンを連れて帰る。故郷に帰るんだ。散々言ってきた言葉が、ライナー、俺とはこれから離れた位置につく。少しは自分で考えて行動しろよ。ああ、そうさ、ここで勝って終わらせてやる。勇敢なる戦士たちよ、ここで決着をつけ我々の使命を果たそうじゃないか。じゃあな、頼んだぞ相棒。任せろ。ライナーの巨人化してしばらく経った。あいつはまだか。ライナー、そっちはまだ無事なのか。来た、合図だ。踏ん張れよベルトルト。あと少し、あと少しだ。どこだライナー。今行く。ライナー、故郷だ。帰ろう。もう帰れるじゃないか。今まで苦労してきたことに比べればあと少しのことだよ。そうか、あともう一息のところまで来ているんだったな。ベルトルト、生き延びて帰るぞ。絶対に俺たちの故郷にな。ああ、帰ろう。ライナー。